橋さん、はい、今日は一日密着よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。簡単に自己紹介お願いします。はい、デルテクノロジーズの高橋と申します。部署は ARTM という部署に所属していて、新卒2年目になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちなみに朝の仕事のルーティーンとかってあるんですか？そうですね、基本的に海外のメンバーとのやり取りが多いので、夜にたまった海外からのメールを朝必ず確認するようにしてます。複数のプロジェクトが同時に動いているので、タスク漏れがないようにだけ朝しっかり確認するようにしています。次のミーティング行ってきます。行ってらっしゃい。ミーティングお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はどういうミーティングだったんですか？今日はアカウントエグゼクティブの方と月に訪問するお客様の事前打ち合わせを行ってました。我々今新しいプロジェクトの今立ち上げを2人でですね、今やり始めているところですので、協力をしながらやっていくというスタイルですね。インサイドセールスイコールとりあえずアポ取りしたらあとは外勤さんにバトンタッチみたいなイメージが私の中であるんですけど、そういう感じなんですか？デルでは全くそんなことがなくて、デルのインサイドセールスは基本的にお客様 の、 主導権を握ってるというか、司令塔となって動く形になるので、自分一人で動いた方が効率がいいと判断した時は自分だけで案件を進めたりすることもあります。じゃあ本当にそのプロジェクトごとによって柔軟に役割がこう分かれたり、協力を仰いだりみたいな感じなんですね。そうですね、おっしゃる通りです。ありがとうございます。今からは何されるんですか？私はインサイドセールスの役職なので、基本的にはお客様と電話で商談をしてます。今日はイベントで会ったお客様と初めてお話しする機会をいただいたので、初めてのコンタクトを今からしていきたいと思います。高橋さん、今回のお電話の目的って何ですか？私たちが今新しく立ち上げているプログラムについてお客様に説明をして、お客様にそこに興味を持っていただくというのをゴールにしています。ちょっと見守らせてください。ありがとうございます。では早速かけていきます。お世話になっておりますデルテクノロジーズ株式会社の高橋と申します。本日はよろしくお願いいたします。他社製品を含めて何台ぐらいパソコンをお持ちでしたでしょうか？その他 IT 機器はどういったものを導入されておりますか？そういった機器の管理はどなたがされてるんですか？お疲れ様です。お疲れ様でした。営業って結構売り込みのイメージだったんですけど、割とヒアリングに徹底するんだなっていうのがびっくりしました。そうですね、私も入社前はそういった風に思ってたんですが、結構私たちの会社の営業ってお客様の課題をまず解決するとことを一番重視しているので、結構お客様の状況を知るというところから会話を始めることが多いです。まずは話すよりも聞くっていうところは毎回実践されてるんですね。そうですね、お客様にたくさん話していただくというところを一番重視してお話ししています。めちゃくちゃ伝わってきました。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。お電話終わったら終了じゃなくて、そこからも結構やることっていうのがあるんですね。そうですね、お客様とはこう長期的に関係を築いていく必要があるので、やっぱり関係構築のためにもこういった後からのお礼のメールだったり議事録を残すだったりはしっかりやっていきます。 Hi, Haruka. Hi, Ashley. What are you doing?I'm working now. Wow, it's been some time, isn't it? Yes. Yeah, we should have some lunch sometime, yeah? Okay, sure. いただきます。いただきます。今日のランチ仲間はどういう関係性ですか？1個上の新卒の先輩で、もともと同じチームだった方と新卒の同期です。部署自体は違うんですが、割とこうたまにランチに行ったり、同期だからとか近しい先輩だからしか見えない高橋さんの素顔とかあります？はるかちゃんは仕事だとすごいハツラツとしてて仕事も早いし本当完璧って感じなんですけど、意外とプライベートで遊んだり飲み行ったりとかしてるとちょこちょこちょいのところとか意外とちょっと子供っぽいがたまに見れるとちょっとホッとしますね。あと意外とめっちゃ不器用って
力の加減が分かってない感じがする全部全力みたいな。多分そこは仕事と一緒だと思うんですけど、仕事面で、まあ、高橋さんすごいなとか優秀だなとか感じる瞬間ってどんなところがありますか？やっぱ入社してすぐ思ったのは理解がめっちゃ早いので、単なる仕事とかオペレーションを理解するだけじゃなくて、組織のこととかいろんな面も理解して落とし込んでやってるので、他の人にはやっぱ視野が広く仕事ができてるかなって思ってる。そこ褒めてもらいました来月に女性の座談会を予定していて、それに向けた社内ミーティングがあります。女性の座談会ってどういうものなんですか？ ERG っていう社内の有志コミュニティがあって、あそこでウーマンアクションっていう女性のキャリア支援をやっている人たちと今回派生で企画をしているような形です。 ERG っていうのは何なんですか？社内の有志のボランティアに近いような活動になってまして、結構いろんな活動があって、こんな感じでグローバル規模でいろんなことをやってます。私とは違う部署で TSR をされている若杉さんと笠松さんです。4人だ本当に全然いないです。この後の予定は何ですか？この後は上司とワンオンワンがあります。上司ってどういう感じの人なんですか？上司はオーストラリアの方で、本当に女神のような優しくて温かい方です。ちょっと楽しみです、お会いできるのが。わかりました、じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。 OK, let's start one on one. OK? Hi, Julie-san. I'm doing great. Actually, last weekend, I went to a friend's wedding party. Oh, fantastic. Yes. Excellent. So, change of how to get affinity in the ITG customer. Then is CSG opportunity. And one of the, another one is ISG big deal.I'm so surprised how casual the 101 is. I thought it's more like a formal thing. Like you guys have to... Pretty casual. It's more of a just like how I can help, just to update of what's going on, ideas of things that we might be able to try, what's working, what's not. So yeah, definitely more casual than... I would like you to tell me what kind of person Haruka-san is.Yeah, excellent. But when I first interviewed her, what stood out to me was her enthusiasm, her passion, and her ambition. So Haruka-san had always told me right from the start that she wanted to strive for more and more. Fantastic. I just love her passion and her ambition. So I think she'll go a long way.Yeah, even though I spent time with her only for one and a half days, I could tell how passionate she is. Yes, yes. That's what I love about her. So it's great to have her on the team. Thank you. Bye. Bye.ミーティングお疲れ様でした。ありがとうございます。なんか完全に英語だったので、今英語で苦手意識ある人ちょっと厳しいのかなって思っちゃったんですけど、ちょっとご覧の通り、かなりスクリプトを実は用意していて、これを見ながら私も喋っているところもありますし、あと常に録音をしながら今話を聞いて後からまた聞き返すような形なので、全然私も話せないので問題ないと思います。今の段階で別に英語がまだ流暢じゃなくても諦めなくていいってことですか？もちろんだと思います。私も流暢ではないので全然問題ないと思います。ありがとうございます。ちなみに自分が立てた目標に対してコンスタントにその達成し続けるっていうのはそんなに簡単なことじゃないと思うんですけど、どういうポイントを工夫してたんですか？
こんな形で、その日良かったこと、それから悪かったこと、できなかったこと、それから明日挑戦すること、この3つを基本的には書くようにしてました。なんでそこまで徹底的にその PDCA を回して目標達成しようっていうふうに頑張れたんですか？やっぱり根底に自分への自信のなさみたいなものがあって、そこからやっぱり足りない分を埋めなきゃっていうところで、自分で独自のエクセルでのタイムリーな自分の数字と行動量っていうところを常に記録するようにしていました。私はこう入社した時、すごくモチベーションも高かったですし、こうやる気も達成意欲もあったんですけど、ちょっと同期に比べてこうロールプレイングでつまずくことが多かったりだとか、やっぱりナチュラルに話すのがすごく苦手だったりすることがあって、そこで営業に対して結構苦手意識を持ってました。そこの周りとの差分をこう埋めたいなっていう思いがすごくあったので、こうして今の結果だったりとかモチベーションにつながっているんだと思います。地道な努力で変わったってことなんですね。そうですね。あと周りの人に助けてもらいながらそこを修正していったような形になります。高橋さん、はい、今は何の準備されてるんですか？この後、営業の方向けのトレーニングがあるので、その準備をしています。もう新卒2年目でトレーニングする側になるんですね。そうですね。今私がいる部署が営業の方々にプログラムを広げていただく必要がある部署にいるので、その一環としてこういった場を設けさせていただきました。でそのチャレンジの様子を見させていただきたいと思ってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。本日は貴重なお時間いただきましてありがとうございます。本日は営業の皆様に向けて、新しく始まったプログラムについての、トレーニングが行えればと思っております。よろしくお願いします。研修お疲れ様です。お疲れ様でした。すごい緊張してたんですが、事前リハーサルここで3回やってたので、なんとかうまくできたかなと思います。お疲れ様です。ありがとうございます。息抜きにコーヒーを買いに行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。そうですね、一番成長を実感したのは物事を見る切り口が増えたなっていうふうにすごく思ってて、国籍も職種もあと年齢もいろんな方々がこう一緒に働いていて、その中でいろんな人の意見を聞いたりとか、そのいろんな人の意見を取り入れることによって、やっぱり物事を見る深さだったりとか切り口がすごく増えたなというふうに思ってます。今考えていることは2つあって、1つ目が営業さんが売れる仕組みを作るっていうところを作るような仕事に興味を持っていて、もう1つが今やっている自分の仕事を海外でもやってみたいなっていうふうに思っていて、常に挑戦はし続けていきたいなと思ってます。モチベーションがあるというよりかは、もうそもそも会社に選択肢がすごく多いので、自然とそういう思考になるような感覚のが近いかもしれません。たくさんある選択肢の中から主体性を持ってこう自分で選んで、その道をこう楽しく進んでいける人はすごくうちの会社は合ってるんじゃないかなと思います。ちなみにちょっと気になったんですけど、はい、高橋さんもう2年目で移動されてるじゃないですか。移動連絡が来たみたいな感じですか？そうですね、そういったわけでは全くなくて、社内公募制で自分で受けて移動しました。じゃあ自主的に手を挙げれば移動できるチャンスがあるってことなんですね。はい、そうですね、おっしゃる通りです。なんか2年目でもう移動ができるってことは、キャリアステップは早い方ってことですか？私たちの会社ではキャリアステップが早い遅いっていう感覚はなくて、各々自分のやりたいことを実現するために各々のタイミングで部署を移動していくので、私はたまたまその分岐点が同期より早かっただけかなと思っています。じゃあいよいよ最後の業務ということで、はい、でもすごいですね、全然最初から最後まで笑顔が消えないのでずっとエネルギッシュな保てるってすごくないですか？ ありがとうございます。チアで鍛えたものでずっと口角を上げられるようになりました。プロフェッショナルです一日お疲れ様です。お疲れ様です。今日はこの後は何されるんですか？趣味でヒップホップを習ってるので、その練習に行ってきます。仕事後も結構バリバリ動く。そうですね、結構ずっと動いてるかもしれません。最後にデルテクノロジーズさんに興味を持った方にメッセージをお願いします。
私にとって就活って自分の居場所を見つけられるようないい機会だったかなっていうふうにすごく思っているので、居心地のいい居場所を見つけられればいいなと思ってますし、それがデルテクノロジーズだったらもっといいなっていうふうに思ってます。最後に素敵なメッセージありがとうございます。ありがとうございます。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。